文字イ院大統領の国政遂行支持率が、先週に比べて4.1ポイント上昇の45.5%と17日、調査された。直近2週間の下落傾向が一旦ストップし、40%中盤まで回復を見せている。世論調査機関。 リアルメーターが TBS の依頼で去る14日から16日まで全国19歳以上の有権者153人を対象に実施した10月第3週目の調査によると、ムン大統領が国政遂行をうまくできていないとする否定評価は51.6%を記録し、肯定評価より6.1ポイントは上回った。これは、 先週の否定評価と肯定評価の差が2桁だったのに比べて、1桁に狭まった結果となる。リアルメーターは、ムン大統領の国政遂行支持率が上がったことについて、これまで国政に対する否定的な意識の最も大きな要因だった、諸国法相が辞任を決定したことが作用したものと分析している。